はい。それではございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は、まあ、マーケティングの基本的な考え方。 についいいいててですすね、えー、お伝えをしていきたいなと思います、まあ、ちょっとざ簡単な表に書いてるんですけどもあの新規の顧客開拓をウェブマーケットでやっていきたいと思ったときにすでに取れるお客さんの数っていうのは、まあ、マーケティングってもう答え決まってるんですよねでそれについてちゃんと分かってるか分かってないかっていうところで施策が全然変わってくるのでちょっとその点を整理して今日はお伝えをしておきたいなと思います要はどれだけ獲得できるかが決まってるっていうのはどういうことか どういうことかというと予算分の CAC、これ顧客の獲得単価なんですけど1人当たりのお客さんを獲得するのに大体いくらぐらいお金がかかっているのかという数字が分かっているともう予算が決まればもう決まっちゃうんですよ。これどういうことかというと要は予算3万円ですとで1人当たりのお客さんを獲得するのに3000円かかってますだと予算3万円の場合でも10件しか。 来ないんですよそれはそうですよ。1人の獲得に3000円かかっていて、予算3万円なんで、えー、ともう10件が上限です。なので、この10を増やしたいと思ったときに何をするか、予算を上げるか、c a c を下げるかしかないんですよね。なので、今現状、自分ができる、んでやっている動きの中で、現状、マックス、これが理想値だとしたら、理想の値だとしたら、マックスここまでしかいかないんですよ。でこれが仮にインスタも同じことやってますであれは。 この2つの施策でできることってもう20件しか逆にいかないんですよね。20件以上いきたいのであれば予算増やすか、CAC 下げる努力をするかしかないわけですよ。でとはいえ、この CAC を下げる努力っていうのやり方いろいろありますし、AB c AB テストをしながら検証を重ねていくっていうのはもちろん大事なんですが、一定ラインまでいったら固まって 固定になっちゃうんですよ、ね、なので現状、例えばですけど、今5000円かかってますと、でそれが3000円できた場合って、ます。理想の値っていうのをしっかり把握をしておいて、そこまで目指すと、ただそこまで目指しても、仮に予算が変えられないということであれば、20件までしかこの2つの施策ではまずいかないんだっていうことがまず整理しなきゃいけないポイントですね。で、アフィリエイトもやってますって言った場合に、まあ、仮に、まあ アフィリエイト成果報酬のサービスなので、あの1件の CSC1500 円で設定をしてで、広告の予算の上限がまあ30万ですってことであ、これでまあ200件いくわけですよね。ただ、アフィリエイトの難しいのはコントロールができない,と,いうところなのと、Google のサイトのアクセスによって上下をしてしまうので、どこまでここを見込んでおくのかみたいなところとかは正直難しいかなと思います。で例えば現状で、えー、とアップデートがあって、全然アクセスが起き 伸びてませんとか落ちちゃいましたみたいなことも起こるので、現状、直近の数値をベースにしながらです、ね、えっと、ここはどこまで逆に見込めるのかみたいなことを整理しておく必要がありますと。で直近に言う美容系とかのだいぶ落ちちゃってるんで、これが仮に今、ゼロになってますと仮定をしたときに、今できることっていうのは、新規の顧客開拓でいけばですよ、10件しか逆に入ってこないんですよ。で、10件、10件で20件がマックスなんですよ。で、仮にこれ、目標100件だとしたときには、 もうこれ全体で、えー、と100件売りたいということで考えたときに、売れる数っていうのも決まっちゃうんで、もう理想通り、予想通り言ったとし20件なんで、差分80件足らないんですよね。 で新規のお客さんが月間でどれだけリピートしてくれてるのかと例えばですけど1人のお客さんが買ってくれましたでその1人の買ってくれたお客さんっていうのが毎月買ってくれるっていうことであればこれがまあ一番大きいですよねだから新規のお客さんが今20毎月20件ずつ増えていきますとただ積み上げになっていくのでちょっとイメージしづらいかもしれないちょっとだけしますね どういうことかっていうと毎月買ってくれる年間で12個買ってくれるお客さんがいますとって考えるとこれ初月ですよで2ヶ月目3ヶ月目4ヶ月目って考えていった時に初月で20人獲得ができましたとでこれはもう新規っていうところであればマーケティングの施策を変えませんとでちょっと維持って本当は難しいんですけど、ね、これ仮に維持できるとしましょう 20人ずつですと、新規でバンバン取れていく。だこれは理想的ですよね。で、このお客さんが毎月リピートしてくれて、年間1か月に1回買ってくれるという状況が作れれば、このお客さんが乗るわけですよ。なので、2か月目は40になっている。で、また次の考えていったときに20人乗って、いやここがそのまま乗ってきますからね。これが、こう乗っていく。 でこれも同じくですよ20、20。で、じゃあ5ヶ月目で毎月これで100達成できるみたいな形になるので要は今、新規の顧客獲得はどいくらの予算でどのぐらいの CAC かっていうことが把握ができておけばどれぐらいの,あの、まあ、新規の顧客獲得が毎月できるのかっていうのは良くも悪くも答えは出るわけですね。 でそれを踏まえたいただいた上で今自社の商材っていうのは月に直した時にどれぐらい買ってくれてるのかっていうのを見直していかなきゃいけないわけですよなので毎月買ってくれるっていう状況が作れてますとなんで1人当たりの顧客の平均っていうのが12個ですみたいな状況であればこれは毎月1個買ってくれてる平均になりますよねでこれが例えば12じゃなくて6だったっていう場合でいけば2ヶ月に1個 でこれがどんどん減っていけば、まあ、当然より少なくなっていくということになります。でこれが1に近いっていうことは年間で1回しか買わないっていう話なので基本的にはもう新規のお客さんを常に開拓し続けるしかないっていう状況なんですがそれって本当にできんのかって話なんですよ。要はさっきの話で新規の顧客開拓っていうところでいけばマーケティング予算と顧客の獲得コストこれの割り算で獲得できるボスっていうのは決まっちゃうわけですよね。 なので、それを踏まえていったときに、今やるべき施策がどこなのかみたいな話が出てくるわけですよ。なので、さっきちょっと今この図を書きましたけど、さっきの例でいけばですよ。FB、Facebook で、えっと、3, 万3万で3三万でだと10件ですよね。で、インスタで10件。で、アフィリエイト。これが正直読めないから、カウントに入れないと。そうすると、80件。 を新規でまたた取っっていいいかなななきゃいけないとなった時に新規の顧客イドただここってまあ1人1件の借りにしたときに20人のお客さんがここがいるわけですよ。なので、このお客さんにもっと継続的に買ってもらえるようにできないかっていうことを考えていかないと、そこ,のこ,ここの目標達成で正直厳しいんですよね。なので、広告予算が上げられない。で広告予算を が上げられないし顧客の獲得コストを下げるのも限界が来ている場合でいくともうやれることっていうのは今のお客さんにどれだけたくさん買ってもらえるようにするのか、えー、継続的に買ってもらえる状況を作るのかっていうことを考えていかないと正直その新規の顧客開拓でずっと広告回していても枯れていくだけなんですよ結局刈り取りの広告マーケティングっていうのは 買いたい人、買ってくれる人をいかに見つけて訴求をして買わせるかって話なので、仮取り施策なんですよね。営業でいうクロージングをひたすらやってる状況なので、数字は徐々に落ちるの当たり前なんですよ。なんで、数字が徐々に落ちる前に、ちゃんと今買ってくれる人をまずちゃんと育てていく。で、ミ潜在顧客と言われる、今スキンキンで欲しいと思ってない人も育てていくようなマーケティングの施策っていうのを並行してやっていかないと、正直、 限界来るという確実に限界が来て疲弊して終わっちゃうのでちょっとそのあたりをまず今後どう考えていくのかっていうことからアプローチの策を考えていかないと正直もう限界来ちゃいますという話でございますなので今仮にこの状況だとすれば私だったら今買ってくれるお客さんにもっと増え多く買ってもらえないかっていうところの優先順位をまず上げて考えますなのでまあ年間で見たときに12個 買ってもらえるような状況が作れないか。12個は難しかったときに2ヶ月に1回買ってもらえるようにできないか。で、2ヶ月に1回仮に買ってもらうためには、商材にもよる。例えばサプリメント系の商材だとしましょう。サプリメント系の商材で、本当は全部毎日飲めば、 1>, 1ヶ月でなくなるのに、それが2ヶ月に1回しか買われてないっていうのは、毎日ちゃんと使ってないって話なんで、ちゃんと商材の使い方まで提案できているかっていう話ですね。なので、リピート買ってください、リピートで買ってください、また買ってください、また買ってくださいじゃなくて、リピートさせるための使い方の提案であったりとか、使わせるためのフォローであったりとか、えー、メルマガですとか、LINE のコミュニケーションでも何でもいいんですけど、コミュニケーションちゃんと取ってますかって話ですね。 なんで買わせて終わりじゃダメなんですよ。買った後使ってもらって満足してもらって、なくなったからまた欲しい、また買わなきゃっていう状況にいかに、まあ、誘導じゃないですけども、それがサービスをちゃんと使ってもらうってことなので、ちゃんとサービスを使ってまた必要なお客さんをいかに育てていくかっていう目線で、私は既存顧客をちゃんと育て直すっていうところにまず注力をします。で、その上でそれが出来上がってくれば、新規のお客さんっていうのがさっきみたいにどんどん積み上がってくるようになるので、積み上がる仕組みができてから新規の顧客 獲得に動いた方がマーケティングコストというか、マーケティングの効率が良いので、でちょっとそこを参考にしていただいてですね、今、自社として何,に何をすべきなのか、何を注力すべきなのかということを考えていただければと思っております。ということで、えー、と今日はマーケティング戦略、まあ、考え方の基本ですね、新規の顧客開拓と既存のお客さんの戦略で、どっちの方が優先順位が高いかといえば、既存のお客さんに定期的にちゃんと使ってもらえるということの方が、長い目線で見たときに仕組みが整って安定するので、まずそっちが整ってく 新規のマーケティング施策に手を出していただくという考え方で取り組んでいただけると良いうかなと思っております。ということで今日はねマーケティングの施策、考え方基本考え方の基本についてお答えさせていただきました。えー、今日の動画が参考になった、勉強になったなという方はチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。